彼氏の首筋や脇の匂いを嗅ぎたくてたまらないのですが、脇の匂い、ごめん、彼氏の首筋や首筋、はい、脇の匂いを嗅ぎたくてたまらないのですが、うん、はい、彼氏が恥ずかしがり屋で、なかなか直接嗅がしてくれないので、彼氏の匂い袋を手作りしています。どうやって作り方は簡単。仕事忙しそうだから、ワイシャツは私が1週間分まとめてクリーニングに出してあげるよと彼氏に嘘をつき、月曜から金曜まで毎日仕事終わりのワイシャツを開始。なるほど。彼氏が見ていないところでひとしきり匂いを吸い込んだ後、あらかじめ準備しておいた大きめの袋に入れ、匂いが逃げないように入り口をキュッとピンクのリボンで結びます。色何でもいいだろ。袋の中は日を追うごとにだんだんと彼氏の匂いが濃くなっていき、週末日を追うごとにそんな何日も置くんすよ。週末はいつも彼氏より早起きしてこっそり袋の中に顔を突っ込み、そのまま思いっきり深呼吸するのが何よりの幸せです。最近はワイシャツ以外にも T シャツなど彼氏にバレない程度に洗濯前の衣類を配色して袋に詰め込んでいます。あの T シャツどこだっけとか言ってきたら、何食わぬ顔でベッドの下にあったよなどごまかします。袋はリネン素材がおすすめです。だんだん彼氏の匂いが袋自体についていくので育てがいがあります。私が死ぬときはこの袋と一緒に棺桶に入りたいです。こんな私って岩倉ですか。岩倉です。何が同じエピソードあるよ。ある。キュンです。使い方間違えてるよ。使い方間違えてる。キュンです。何がそのまあ彼氏の服を、はい、袋に入れて、袋に、いやでもね、上級者だわ。袋に入れるって考えなかったな。あ、その匂い好きなんだ。そのいやもうね、爆鍵、あの爆鍵、あの吐く、何をその面白4文字爆鍵、爆鍵、吐くことを忘れちゃうんだよね。その彼氏の匂い大好きだから、うん、こう吐くこと忘れてた。知らねえそのあるある。知らな。そうそう、うわ頭いいな。ちょっとこれ今後使わせてもらいます。リネン素材の袋ね。いや人がいるんですね。ひよこまんじゅうさんありがとう。ということで今日は新岩倉ということでね、はい、メールお待ちしております。はい、いつも見てるよ、アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。いつも見てるよ、アットマーク、違うって。オールナイトニッポンドットコム。え？件名には、ヘブライ語で、憎しみと書いてください。どうやって書くんよ、はい。メールを送ってくれた方の中から、抽選で2名様に、好きな人のことを思う玉、双玉を差し上げています。どんな、見たいわ。見せてくれ、双玉。ああ、中野くんには見えるかな、そもそも。あの、いい期間とこ。これ以上みんなには見えると思うよ。二度寝まないよ。だからメールお待ちしております。KRKR@allnightnippon.com KRKR@allnightnippon.com 件名には日本語でカタカナで岩倉と書いてください。メール送ってくださった方の中から5名様に、双玉じゃなくてステッカーを差し上げますね。このそのステッカーを双玉に変えるのは分かるけど、うん、5名を2名に変えてるのは何なの。もう濃いに本当にギュッと2名と、いうことでよろしくお願いしますということで、お願いします。そろそろお時間でございます。まあ、ちょっと長いな。これずっと引っ張ってたっけ。いつもさよならまでこれだったっけ。そうですよ、いつも。そうか。あ、これなんか一緒に時間過ごそうよ。なんか DM 来てさ、中野さんはうわーとか言ってますけど私は大好きですとかたまにいただくんですよ。うん、その人が喜んでくださるならまあまあいいんですけど、みんな一緒に幸せになろうね。一人で幸せになろうなんてダメだよ。